大和姫宮ですけれども、駐車場がちょっと狭いのとですね、あとは、ここの宮はですね、割と新しいですね、実は伊勢神宮の中では。で、意外に近代になってから建ってます。ここは元からあるわけではないです、この宮自体は。で、その伊勢神宮の高台神宮ができてから、豊京御神がいるところですね、そこ500年後にできたんですけど、こちらは割ともっと本当に 近世の方にできているので、まあ馴染みがない人も多いかもしれない。だからで、まあ、やっぱりそのね、大和姫がここにこう高台神宮を、伊勢神宮をね、最終的にまあするんですけれども、まあ、そういうことになりから、まあ、という豊京御神、それから天照大御神、月神宮とここですね、大和姫宮、まあ、最低この4つぐらいは回った方がいいかなと思いますね。で、月の宮は、2つあるので、内宮側と外宮側にあるので、それぞれ行ってみてください。